海上保安庁の飛行機のボイスレコーダーとフライトレコーダーは回収ができてます。分かりません。あの回収ってのは本当に飛行機に積んであったその部品をやっと手に入れたという段階ですので、これから事務所の方に持ち帰りまして、そこからのデータの読み出しができるかどうかというのを、必ずしも 100% できる場合だけではありませんので、そこはこれからの作業になって、本当にそれが使えるデータなのかどうかというのはこれからの作業です。